カナンデーグアはアメリカ合衆国ニューヨーク州西部オンタリオ郡にある都市であり同郡の郡庁所在地である2010年国勢調査での人口は1万545人だった市の管理部門の事務所の中には隣接するホープウェル町の中にある郡複合施設に入っているものがあるカナンデーグアという名称はセネカ語で選ばれた地点あるいは 選ばれた町で、を意味するとギャノド、GWH から派生しており、この言葉の綴りは、コナンターク、ガノンダガン、ガヌーンダグイなど様々である。カナンデーグア市は、同名のカナンデーグア、町に囲まれている。カナンデーグア湖の北端、ロチェスター市の南東24マイル、シラキウス市の西58マイルに位置している。隣接する6つの町の一部は、 カナンデーグア市と同じ郵便用住所と番号を使っている。カナンデーグアは、セネカイロコ遺族インディアンの集落があった場所に建設され、鉄道の重要な結節点となり、19世紀半ばまでに蒸気船数隻の母校になっていた。南北戦争後、地元の産業は、レンガ工場二つ、ディスクマニファクチャリング社、いくつかの製粉場。 地域で結出したマケチニーブルワリーがあった。ニューヨーク州西部に当初できた軍のシャイアータウンであり、1873年には、女性の権利運動家スーザン・ウィー・アンソニーの裁判が行われた。今日、事業、行政、医療、教育の中心庁である。カナンデーグアワイン社として設立されたコンステレーション、ブランズ社があり、フィンガー・ーレックス・コミュニティ・カレッジ。 トンプソンヘルスシステム、コンステレーションブランズマービンサンズ芸能センター、グレンジャーホームステッド、カナンデーグアレディパドルガイリンツアーボート、ゾンネンバーグ庭園と、邸宅修立歴史公園がある。最大級のウェグマンズフードマーケットと、ニューヨークワインキュリナリーセンターもある。カナンデーグア市は、セネ家族インディアンの集落、カナンデーグアがあった場所である。京ウェストアベニュー墓地がある。 ウェストアベニューにあった。1669年、探検家のロベール・カブリエド・ラサール・やルネド・ブレアンド、ガリネがこの地域を訪れており、その時に近くのブリストルの町で、セネ家族に燃える泉と呼ばれたものを観察した。そのような泉は、天然ガスを逃がすことで生じる炎を支える水が出て、来る場所で起きており、カナンデーグア地域で、いくつかが見られた。 セネ家族の集落は23個のロングハウスで構成されていたが、1779年9月10日のサリバン遠征で破壊された。市の公立高校であるカナンデーグアアカデミーは1791年に設立された。1794年11月11日、この町でカナンデーグア条約が締結された。この条約はアメリカ合衆国と、 色濃い連邦の六部族との間に平和と友好関係を構築することを期待して結ばれたものであり、今日でも連邦政府によって認知されている。1815年、現在のカナンデーグア市がカナンデーグア町から分離してカナンデーグア村となり、1913年には市になった。1807年から1808年、ジェニーバの小麦小商人、ジェシーホーリーが エリー運河建設の初期かつ主要な提唱者となり、カナンデーグが債務者刑務所で20ヶ月を過ごした。この期間に運河を建設する考えについて14件の随筆を出版し、大いに影響を与えることになった。イリノイ州選出のアメリカ合衆国上院議員で、1860年には民主党大統領候補になったスティーブン・ンダグラスが、 1830年から1833年1月までの3年間、カナンデーグアアカデミーの生徒として過ごした。1873年、女性の権利活動家スーザン・ビー・アンソニーが投票に関してカナンデーグア市にあるオンタリオ軍裁判所で裁判にかけられた。アンソニーは有罪となり、罰金100ドルを言い渡されたが、払わなかった。1945年、 カナンデーグアワイン社をマービンサンズが設立した。この会社は1980年代から1990年代に買収によって急速に拡大した。他の会社と合併してコンステレーションブランズを結成し、世界最大級のワインと蒸留酒の販売元になった。2006年、カナンデーグアワイン社がコンステレーションワインズ US インクの子会社、 センテラワイン社にブランドを変えた。2006年3月14日、大統領ジョージ・ W ・ブッシュがカナンデーグアを訪れて、カナンデーグアアカデミーとシニアのための介護付き生活施設フェリスヒルズで演説した。この訪問の目的は、高齢者のためのメディケアパート D について話すためだった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は4.8平方マイルであり、このうち、 陸地4.6平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は4.75%である。カナンデーグア市は、フィンガーレックス地域のカナンデーグア湖の北端にあり、ニューヨーク州では、最大のワイン生産地域である。市内を、アメリカ国土20号線、ニューヨーク州道5号線と、道21号線が通っている。オンタリオ庁舎年国勢調査時点では、 カナンデーグア市の人口1545人4789世帯2470家族である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カナンデーグア市役所カナンデーグア市内では、下記の建物、資産、地区がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ありがとうございます。